FM 心フランクスターズナイトをお聞きの皆さん、こんばんは。おなじみになってきたでしょうか、子供バンドの宇治木剛です。今月6月ジューンブライト、何言ってんだろうフランクスターズナイトはレディオ55と題して、私宇治木剛がなんと1ヶ月にわたってお送りしているという、もう第4回4週目になってきたので、かなり皆さんにもおなじみ、耳なじみが出てきたんではないかと勝手に思っております。さあ、その子供バンドといえば、このブランクスターズナイトをもう4週目にわたり聞いてくださってる皆さんには相当にですね、まあその人となりというかバンドなりというのが分かってきてくださってるんじゃないかと勝手に思いつつありますが、まああえて言うならば、まあライブバンドとして名を馳せたと、その勢いのあるステージがまあ売りだったと、まあ言えばなんかね、よく言えばそういうことですね。まあまあ普通に言えば、まあよくぞそんなビッグヒットもなくしてこんだけ伝説になったのと自分たちではですね思ったり してるのよ。だからそうやってこうみんなが覚えてくれてることがねすごくね嬉しいです。そんな子供バンド、全盛期はなんとですね年間もう300本に迫ろうという本数、267本とかってやったこともあるし、まあ活動期間は、デビューは80年プロでデビューは80年で88年までやったこの8年間なんですけど、それプラス結成当時からのアマチュアの本数によって88年の最終的な段階では2000本のライブを達成したという。だからこうなんだろうな、本数がなんだってい いうのを自分で言っといてなんだけど、本数でその自慢するわけじゃないですが、やっぱそこが一つのなんか俺たちの人となりバンドなりを表してたのかなというふうに思います。それぐらいライブが大好きで、日本全国もうそのバンにね、最初ちっちゃなバン、それがだんだん大きくなって出世していってマイクロバスになって、それマイクロバスも今度改造マイクロバスになって、でっかく赤いボディの横に子供バンドとペンキでこう塗って、これに楽器を積んで全国走り回ると、こういうスタイルをやってました。それがねやっぱ一番やりたかったことだからね、そして、1988年に2000本に達成と、その時は御年31歳になったばっかりだと思いますが、そんなバンドでした。まあ言ったように、まあ、サマータイムブルースとかはねなぜかみんなが、覚えててくれて嬉しいんだけど、これだって、まあ、言ってみればオリジナルではないし、そのライブの中でライブをやる中でこうみんながすごくシンプルにこう盛り上がれる、そしてバンドの顔としてもなんかアピールできる曲っていうんで、こう、ライブの中からその現場からね生まれてきたあの曲っていうか育ってった曲なんでね、だからそれがまあ代表曲っていうのは考えてみたら、まあ、子供バンドらしいかな、そして、それを、後輩たちのバンドが語り継いでってくれて、なんかどっかにその俺たちのそのスピリットみたいなのが、なんだろう、こう張り付いてて張り付かしてくれてて今があるのかなと思って、そういうことがすごく、嬉しく感じる2013年55歳でございます。そこで、今日の第4夜目ですね、4週目のプランクスターズナイトレディオ55では、そんな子供バンドがなぜそこまでライブに駆り立てられたのかと、なんかバンドやるについていろいろあるでしょ。バンドだってそれはもちろんライブ極端だし、ライブやらなくったって素晴らしいバンドっていうのはあるわけで、いい作品を残していってね、それでみんなの心の中に、残っていく、そういう生かしたバンドもある中で、なんで子供バンドはそんな本数にこだわるぐらいもライブが大好きで全国を動き回っていたのか、この辺の原点とも言うべきライブアルバム、ライブ音源にこだわっていきたいと思います。今夜、第4週目はライブアルバム、ライブ特集、洋楽邦楽問わず、宇治木剛、子供バンド宇治木剛が、影響を受け、かつ、その血となり肉となった、そんな音を聞きながら過ごしていただけたらと思います。題してライブ版大好きレディオ55でいきたいと思います。さあ、オープニングはもちろん25年ぶりのニューアルバム Can Drive 55から聞いていただきます。もちろんこの曲です、タイトル曲です。いきましょう、オープニングナンバーは子供バンド55。子供バンドの宇治木剛がお送りしております、 FM 心プランクスターズナイトレディオ55、いかがでしょうか。4週目となりました、第4回、今日は宇治木剛が、まあ、ビビビッと影響を受けたライブパフォーマンス、ここに特化してお送りしております。まさしくそのアーティストたちのライブの音ですね、まあ、当時はあんまないからっていう
なんねえか、 DVD なんてねえよ。もう見るのっつったらね、テレビの出てくるあのヤングミュージックショーとか NHK の、あとね、なんかたまにその深夜番組とかでそのフィルムコンサート的なものの抜粋っていうのをやってたの。そう、当時ねフィルムコンサートでしたから見に行くんだよわざわざ。例えばなんかあのアーティスト、あのレッド・ツェッペリンのどこそこのライブのコンサートのフィルムとか、あとそれ全部とか、まあ、昔はないから、その映画とかになる前だとね、1曲だけど、そういうのが何曲かつながってたりとか、そういうのがあってね、見に行くんですよ。そういう世界でした。だからそんな時代なので、まあ、影響を受けるライブといえば当然音ですね、ライブ版。そんなライブ版をですね、皆さんにですね少しで、お届けしながらその辺の絡みの話していこうと思う。まずは、洋楽編いきましょう。これ影響を受けたアーティスト、まあ子供バンド原点ですね、1973年に子供バンドと名乗る前後、もう中学生の時にこっから始まったというバンド、グランドファンク。グランドファンク、これはねもう伝説ですよ。日本に来た時もですね、雨の後楽園球場、後楽園球場だからね、ドームじゃないよ、屋根ないから雨がガンガン降ってきて、もうすぐゴール、その中でですね繰り広げられた大音響というのを一回覚えて、もちろん時期はですねいけてません、その時は子供だったんでだから、そのすごい、ライブだったということはですね、もう瞬時に広まりですね、そのライブ、その会場で行われた、ライブとほぼ同じようなセットのこのライブレコードというのが、ね、出てます。グランドファンクレロードのライブからですね、この Are You Ready というやつ、こいつをですねぜひぜひ聴いていただければ。70年だって、1970年、これはねインパクトあってね、まさしくシンプルなんだけどすんごい、当時としてみれば考えられない爆音サウンドです。そして、もう一曲続けて聴いていただくのは、これはハンブルパイ。まあ宇治木といえばハンブルパイ、必ず出てくるハンブルパイの、今夜はアメリカでやってる、やつのライブ版もあるんだけど、さあどれをかけましょう判定。じゃあ曲はカモエブリバディ、これカモエブリバディよね、これを聴いてもらう。これはまさしく受けて、しびれて、自分もスティーブ・マリオットになりたいと思った瞬間の、本当にその、この2曲続けてですね、グランドファンクのアイレディ、そしてハンブルパイのカモエブリバディ聴いてください。うん、まさしく、まあ宇治木のというより、まあこれはね、まあ、まさしくロックの原点とも言うべき、バンドロックの原点、グランドファンクは、これはね影響を受けた人ね、実はすごいよ。チャーなんかもそうだからね、チャーさんもうそうよ。まあ行ってた、現場に行ってて、やっぱそれでもうガツンとショック受けちゃって、自分のバンドで、なんだっけな、ガスマスクとかいうバンドでグランドファンクコピーしたんだよな。うん、そんぐらい、まあ当時のそのロックギタリスト、ロックバンドを目指すやつは絶対通った道ね。でこの後に、まあ、すぐ直後っていうか、もう前後したらツェッペリンとか出てくるし、でまあ人によってはその受験とかに行くしって、そういう感じだけど、分かりやすい、こう聞いてもらったとおりも非常にシンプル、だからこうギターエレキ持ってガーンと出した時のこう一発目にこう出せる感じ、これがそのグランドファンクのやっぱなんと思ってるね、その最高の、ね、パワーだったと思います。そしてハンブルパイ、これはねいいよね、これね、なんつうの、ブルースロック、ブルースロック黒っぽい、ここにしびれましたね宇治木はね。だからね、もちろんねディープパープルとかもね当然 ね好きだったんだけど、なんつうの、こうなんつう、ボーカルとかがさ、まあ、そう今聞いたら十分黒っぽいというか、ね、ソウルフルなんだけどさ、こうハンブルパイとか比べちゃうとなんかこうなんて薄く感じたんだよね、その頃はね、若かったから。そんなのでドボンとハマったねハンブルパイ、これいかがだったでしょうか。さあこんな洋楽を聞きながら、まあでも当然ね、邦楽、これも影響を受けましたよ、邦楽ライブ。元は結構フォーク世代でもあるので、あのねフォーク聞いてました。当時深夜放送とかもね、やっぱりすごく流行ってて、まあ、深夜放送聞きながら、それちょっとアングラっぽい
フォーク。そしてそんなフォークの中でも ね、 あのね、当時はね、あの今日みんなに聞いてもらうのはね、当時はねナンパと言われてたんだよね、この方は。非常にそういう政治色じゃなくて、なんかちょっとこのフォークの中のアイドルって言われてたんですね。そのナンパでアイドルで、だからそれをね、こう非難する、批判する人たちもいたりしてた。あんなやつはチャラチャラしててよくねって今思ったらどこがチャラチャラしてるんでしょうと思うんですが、これを聞いていただきたいですね。拓郎さんです、吉田拓郎さんのね、これはね、これライブですね、まさしくライブで、ね、オンステージってね、これ面白いよ。これはね、あの青春の歌という拓郎さんの代表曲があるんですけど、これをねわざわざ自ら貶めるがごとく替え歌にしているっていうね、老人の歌というの、これ一連でこう聴いてもらう。そしてもう一曲は、まあこれはもう子供バンドももう本当に始動してました、まさしく、プロデビューしてた時っていうか、プロデビューした年1980年なんだね、これね、これなんかもっと前に出てたと思ったら一緒なんじゃん、1980年ラプソディって、うん、でしかも久保コードでしょ、子供バンドも久保コードでやったんですよ、一発目のコードのコンサートはね、まあ、それはねやっぱ追っかけてたよね、実際ずっと前座やってたしね、RC サクセーションのなんか改めて聞いたこと、そうやって思うとあるかなっていう、なんかステージでばっかり聞いてたような気がするけど、もちろん聞いてるよね、このようこそ、すごい取り合わせだな、拓郎あるし老人の歌ようこそ、こんなのがかかるレディオあるでしょうか。2曲続けてどうぞ。さあ今夜のレディオ55はライブ音源に特化して注目してお送りしております。いかがでしょうか。もう多岐にわたってるから飛んでるね、もう本当にめちゃくちゃっちゃめちゃくちゃだよね。そんな、私の選曲ですが、子供バンドライブにね、通ずるところがあるなっていうのはなんとなく分かって思われるんじゃないでしょうかね。これ拓郎さんのやつもね面白いよね、あのほとんど漫談だもん、だからこういうなんていうかさ、これがとっても親しみやすいっていうか、あのフラットな感じだったんだけど、これが当時はやっぱり腹立つ人は腹立ったんだろうね、もっと戦う前に 歌を武器として戦いぐらいな頭脳警察とかね、銃を取れの時ですからすごかったよ。だって本当にさ、途中からあのヘルメットかぶった人がさガーッと入ってきてさ、火炎瓶とボーン投げちゃったりとかして、なんか途中で日比谷の野音なんかでも終わっちゃったりとかね、それで。でなんかこうその辺で殴り合ってる人がいたりとかあったもん。あ、陽水さんとかも帰れって言われてたよね。そうそう、出てきてこうやってじゃん、都会ではって当時さ、こんなもじゃもじゃな頭して聞いたってえーってやってて、帰れって言われた、帰りますって言って本当に帰っちゃったもんね、その時とかね、これ見てた。うん、ハッピーエンドも出てたな、その時。ハッピーエンドだけは別格でなんかみんなシーンと聞いてたね、あれはやっぱそれ、うん、みんなすごく一目置いてたんだろうな、なんかそんな時代ですよ。そんな時に爆発的に深夜放送とか見ると拓郎さんはさヒットしちゃったんだよね、アイドルだもんね。でも今聞いたらとってもとってもなんかこう普通というか、なんだろうな、これライブステージでお客さんとのやり取りの原点みたいな感じがするよね。なんてこう皆様ようこそいらっしゃいましたじゃなくて、なんか同じ板の上っていうか、同じ高さで同じ目線でさ、こうお互いにコミュニケーションするっていう、これはすごく影響を受けたよね。うん、でもちろんね、その RC は、うん、あの影響を受けたっていうか、でもまあ言っちゃえばさ、向こうもさ影響を受けてたりしたんだよ。あの清志郎さんがね、本当よくね見に来てくれてましたからね。うん、で、あのその当時うちのベースの当弁がお化粧してたわけ。だから なんでお化粧するんだっつって一生懸命聞いてたもんね。でだからそれでそうこうしてるうちに、なんか教授さんもお化粧するようになってきて、あれお化粧してると思ったよね。すごかったけど、向こうのはなんか絵の具でかいちゃうみたいな感じで、だからそれでこうそんなにつれて衣装とかもさどんどん派手になっていったしさ、うん、よくね屋根裏とかねロフトとかでやるとね、一人でポツってきてね見に来てくれてたよ。うん、だから影響をね与えたんじゃないかなと思うんだけどな。うん、
まあ本人はね認めないでしょうけどよく「おいこだわ!」とか「潰してやる!」とかってねよく言ってた。面白かった。うん、まあでも本当に分身みたいにいろんなものもらいました。未だにもらってます。 RC サクセションで、まあグランドバンドとねアンブルバイト来てですね、さあ子供バンド、うん、そんないろんな、あんなこんな、洋楽邦楽問わず自分たちが素晴らしい素敵な人たちに、受けた影響が今のステージにね25年ぶりのその後の再開したステージに、実際生かされているんでしょうか。皆さん大丈夫でしょうか。私たちは子供バンド、そんで子供バンドのね、ライブ、またねあの機会があったらねぜひぜひね見に来てね、本当、なんか見に来てほしいの。こんなに本数やってないんだけど見に来てほしい。近々ね発表できるか、あもう発表になってるかな、あの思いますよ。なんでねあの会いに来てほしいなというふうに思います。さあ、話をもう脱線しまくりですね、ボコボコ外れてますが、今日の今夜のラディオ55は、ライブに特化して、ライブアルバムライブサウンドについて話をしてるんですけど、やっぱりね、ライブこうもちろんどんな場所でも、素敵なんだけど、やっぱり一番いいのはねでっかいこうステージ、そのでっかいステージでもなんだろうなオープンエアでかつなんかスタジアムとかいいですよね。でまあそういうとこで、見たそのコンサート見たライブで、一番インパクトがあったっていうかガーンと痺れたやつがね、次に、聞いてもらいたい、曲のバンドなんですけど、これはねジャーニーというバンドですね。これは1983年に、僕ら子供バンドが初めてご褒美旅行でアメリカにね、その時にまあリック・デリンジャーに会いに行くんだけどさ、行った時にサンフランシスコに入って、ジャーニーのオフィスを訪ねました訪ねてって入れてもらおうと思ったのかな俺たち、多分そうだよな、それで、なんかその紹介してもらって、でその後の彼らのローズボールという、それはあのロサンゼルスなんだけどコンサートをねあの見に行くことができました。もうすごいすり鉢状のてっぺんのてっぺんみたいな席で、あのジャーニーのメンバーがね本当に1センチぐらいの大きさに見にぐらいの感じもっとちっちゃい5ミリ3ミリなんだけど、まあまあそれは最高のねもうコンサートだったな。でもう大好きなジャーニーだったし、その時聴いたライツ、この曲がね忘れらんないね、聴いてください。ジャーニー最高です。ライツ、ライブ音源ね、ライブにこだわってですね、お送りしております。もちろんですね We are 子供バンドのねライブ音源があります。ただ、さらにライブ音源っていうとやっぱりちょっと貴重性というものがあるでしょ。んでね、もちろんね子供バンドのライブも貴重ではあるんですが、さらに貴重なものをちょっと今日はね皆さんにお聞きいただきたいということですね。ここはですね、今夜のスペシャルコーナーですね、ライブ特集の中でちょっとライブではありませんが、まあ、下手するともうそれよりもっとレア感という曲です。というのは子供バンド大百科というですね、子供バンドの集大成とも言うべきですねフルフルフルですねボックスセットですね、子供バンドを出しております。この中には過去に発売された12枚のアルバムも全て収録されているという、そしてこう解説ですね、これがまたねくどいんだ解説もいちいち詳しい解説付きでですねでっかいボックスセット、さらにこのアナログ版のもう本当に、貴重版のアナログ版も1枚6のビルレバー台も付いてくると、でかくて重いと、しかも値段も高いと、申し訳ございませんっていうやつがあるんですが、そこに入ってない、これ入ってない曲っていうのはこのバンドがあるんですね。その曲をですねお届けしたいと思います。これはなかなか持ってる人の間でですね密かにですね裏取引されてるという噂もですねちらほら出てるこの曲をですね聴いていただきましょう。子供バンドですねこれは子供バンドは初めてリップアップルを目指した曲なんです。今だから言おう、どこがやチャンバラロックンロールyou
さあこのバンドの藤木剛がお送りして、参りました FM 心プランクスターズナイトレディオ55ですね。第4夜いかがだったでしょうか。ちゃんとラップなども聞いてもらってですね、もう本当ね、いろんなもん出しております。ニューアルバムキャンドライブ55が出てですね、こうやって皆さんとまた出会える、皆さんとこうラジオを通じてですね触れ合えるってことはね、本当にね良かったなと思ってますよ。やっぱね、音楽家ミュージシャンとして戻ってこれたっていうのはね、やっぱ落ち着きどころがあるよね。本当に本当に自分も、リラックスしてみんなに話を聞いてお話をできるという感じがしております。キャンドライブ55手に入れていただけましてるでしょうか。これね、さっきちょろっと言ったね、大百科持ってます、みんな。まあ、持ってない、まあ、みんなにも全員持てとは今一つなんか言いづらい、ちょっとですね、なかなか迫力の商品なんですが、これね、キャンドライブ55を、みんな手に入れたら、ちょっとですね、その大百科を取り出していただいて、ちょっとポコッとはめていただくと、これでなんていうか、この箱がですね、収まりが良くなってるのをお気づき、実は1枚分ね、大百科で開いてたんですよ。でこれは、その今回子供バンドが再始動ね、再始動、四半世紀ぶりに再始動する本当の本当のそのきっかけの原動力となってくれた、僕らの恩人の純ボス、これはね、僕らのその出版っていうのがあるんだけど、その原版っていうのがあって、レコードを作る時とかのその全部マネジメントしてくれてる会社のね、そのボスが、そこにこう一つ分開けておいて、最初からね作っといてくれたんだよね。だからその時はニューアルバムを作れっては一言も言わなかったんだけど、やっぱりそうやって、あと一枚頑張って作れっていうのをこう無言のなんか後押しをしてくれて、できました。だからそこにポコッとですねはめていただいてですね、でキャンドライブ55を手に入れた方はですね、他にも大百科も手に入れていただくと、収まりどころがいいと嫌なセールス、すごい悪徳商法気持ちいいよ、特に A 型の人なんかいいと思うよね。やるでしょ、そうやって見ると穴開いてんだよ、そこにポコッと1個、それでまあキャンドライブ1枚だけ持ってる人はなんかこう収まりどころ悪いようなさ、なんかどっかスースー風が吹いちゃうみたいなさ、あるわけよ。その子がポコッといくと気持ちのいいところが、なんか先輩たちがこう密かに眠っているところにスッとこう褒めて、やっと家族っていう感じのね、悪徳商法ねよろしくお願いしますよ。さあもちろんですね、4週目の最後も子供バンドで、お聞きいただいて、お別れしたいと思います。なんかバカな話しててこの曲かけるのもなと思うけどね、なかなかヘビーな仕上がりになったけど、谷平のギターもいいよ、これはね新境地だとね思ってます。こういう感じの広がりのある曲をこれからもねまた作っていけたらいいなと思ってます。リバーブソロ孤独の川、ちょっとしっとり聴いていただきながら、お別れしたいと思います。それではまた来週です。バイバイ。Come on.
I got